七尾市の小学生が SDGs の一環でもあるフードロス削減を目指したフードドライブを体験し、食の大切さを学びました。七尾市のアルビス七尾店では、今日からあさってまでの3日間、家庭で使い切れない食品を持ち寄り、必要とする施設や団体などに寄付するフードドライブを行っています。今日は和倉小学校の5、6年生17人が訪れ、学校で集めた食品を佃弘成店長に手渡しました。お菓子など120個ほどの食品が集まり、箱にはみんなで食べて笑顔になってくださいなど、児童からのメッセージも書き込まれていました。また児童はフードドライブの受付を手伝ったり、手作りのチラシを配ったりして、来店客にフードドライブへの参加を呼びかけました。支援する人の助けたいという気持ちが伝わってきました。多くの食材、食品を販売しておりますので、その責任は大きなものがあると思いますので、しっかり最後まで、その責任を果たしていきたいと思っております。集まった食品はフードバンクジャパンを通じて必要とする人に届けられるということです。